ハップルです。バイラスです。ドンピコ闘技場というバイラさん、イカタコたちが鮭に挑戦するっていうバトルフィールドなんですけれどもね、そもそももともとはまあ鮭たちがね、うん、そのルケ城を改造した闘技場じゃないですか。そうだね、激アチな場所ですね。じゃあね、アラさん、はい、鮭同士が戦った場合は誰が一番強いんやと。わ、誰だこりゃ。そうということで、今回はちょっと鮭の強さランキングっていうのを考えてみようと思います。やったー、楽しみ。そう、最強鮭ランキングって言ってますけど、はい、サモランで強い鮭ではなくて、はい、鮭世界で強い鮭ですね。そういうことですね。はい、まず前提として鮭同士を戦わせるっていうことはゲーム内ではできないので。あったらいいのにね。そう、あったらいいけどねポケモンみたいな。そうだね、それはできないので、はい、まあ、鮭の性格とか攻撃方法から勝敗を予想していくっていう形でいこうと思います。なるほど。個人戦は大物鮭と、あとはその雑魚鮭の群れ、うん、計12体これをそれぞれ戦わせたら、ガチンコで戦わせたらどうなるかを考えて、うん、総当たり戦の勝敗で順位を考えます。ああ、総当たり戦ね。そう、うん、で団体対戦は大物鮭複数体プラス雑魚鮭で、その群れ同士で激突するとどうなるか、これを予想します、はい、で個人戦の成績を踏まえて、その団体戦やとより強くなる鮭は誰、団体戦やとより弱くなる鮭は誰っていう風に考えます、うん、でおかしら鮭はおかしら連合戦でフレンドリーファイアしてるんで、もう上の一人勝ちっていうことで今回の考察には含みませんこれフレンドリーファイアね。そうで、夜ウェーブの大物鮭、まあ、泥鮭とかグリル、この辺りは特殊すぎるということで。そうだね。そう、まあ、これは今回の考察には含みません。はい、それでは行ってみましょうか。いやー、楽しみ、レッツゴー。さあ、ということでこれから総当たりの表を出して説明していくんですけれども、はい、まず全鮭に言えることを説明していきたいと思います。全鮭。そう、基本的に鮭たちは我々が普段見てる挙動をするっていう前提でお話をするんですけれども、うん、ってことはね、アラさん、はい、空飛んでる大物鮭、貫通攻撃を持ってる大物鮭、無敵のボディを持ってる大物鮭、これがね多分かなり強いと。強いよね。で、まあ、例えばモグラとヘビ戦ったらどうなるかとか言っていろいろ予想してみるんですけれども、はい、ほぼ確実に相打ちになるか、うん、状況によって勝敗が左右されまくる可能性が高い組み合わせ、うん、あとは決着がつかないであろう組み合わせ、これは引き分けとして三角で扱います。なるほどなるほど。 それでは実際に表を見ていきましょう。いや、楽しみですね。こちらでございます。おお、はい、ガチ総当たり選手これ。そう、すげえ戦っとる鮭たち。いや、そうなんですよまず見ていこうと思います。モグラから順に見ていきますね。はい、モグラは横列で見ていただければと思うんですけれども、はいはい、基本的に地面に潜ってる、うん、ってことは他の鮭の攻撃を避けれるんですよ。そうだよね。そう、なのでヘビ、爆弾、鉄板、鉄球でタワー、コウモリ、うん、で肩パッドも多分下から食える。あ、食べれそう。そうなあね。でザコシャケ、うん、この辺りはそもそもあのモグラに攻撃ができないので。そうなんよな。そうなので、モグラの勝ちです。で柱はモグラ攻撃できないっていうのと、うん、その鍋豚ですね。対鍋豚。鍋豚な。鍋豚は、プレスするやんか、うん、そう、顔が出た時にプレスすると、うん、いうことで、その鍋豚がいつプレスするかによるんですよ。そうなんだよな。モグラが我慢できずに顔を出してプレスしたら鍋豚が勝つし、絶対モグラの負けやな。そう、鍋豚が我慢できずにプレスしてモグラが食えばモグラの勝ちに思うんですけれども、うん、鍋豚プレスの当たり判定をいつまでにするかによって、もしかしたらその鍋豚プレスした後にモグラが地面出た瞬間に鍋豚の底に激突してモグラが負けるんじゃないかっていう、その可能性を考慮して、あー、そうやな、まあ、多分どっちかっていうと、うん、鍋豚有利かなってことで、まあ、罰にしてます。なるほどね。でダイバーなんですけれども、お互い潜るやん。そうだね。ただモグラはダイバーを食べることが多分できない。なぜなら塗ることができないから。そうだね。いうことで、まあ、地面の下でガチンコ勝負とかしてない限りは基本的にあのダイバーずっとやってたら多分ダイバーの方が攻撃チャンス多いから、うんうんうん、てかダイバーにしか攻撃チャンスがないということで、うん、しかも直撃したら一撃ということで、うん、ダイバーの勝ちになってます。はい、次ヘビ見ていきましょうか。ヘビちゃん。ヘビなんですけど、まあ、もちろん柱とコウモリは多分決着がつかない。そうやな。で爆弾とか鍋豚とかもう決着がつかない、うんうんうん、で鉄球は鉄球のキャノンまでたどり着ければいいんやけれども、うん、多分遅いからたどり着けないんじゃないかということで決着がつかないと。足遅いんだよな。そう、うん、でザコシャケは普通に正面から来たらブロックできるから勝てる。あー、硬いもんな。そうで鉄板もブロックできるから勝てるということで、うん、この2体には勝てます。
強い。で次柱ですね、はい、柱はまあその特性上ほとんどの鮭と相打ちもしくは負けになります。そうだね。でまず爆弾は柱の上に爆弾乗せられたら終わりやから高等テクニックそう。でこれ負けます、はい、でそれ以外に勝ち筋ないからその柱がね、うん、でタワーは普通にあのハイパープレッサーでピピピピピューってやられるし、ああね、やられそう。コウモリも雨でやられるし、うんうんうん、肩パッドもミサイルでやられるんですけれども、はいはい、唯一ねダイバーは多分負けます。うーん、だってダイバーがリング作った瞬間に塗り返されて、あ、そっか、そ塗るもんね、割れて、うん、そう、ほんでそれを繰り返してダイバーどん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 体力削れていって、うんうん、ほんで最終的に体力1になったところで、うん、柱のピュッがかかってあの一滴がそう。でそれに対してダイバーその勝ち筋がないので、はいはいはい、そう、勝てない。なるほど、ダイブする場所がないということでダイバーにだけは勝てます。確かにダイバーには勝ちそうやな、はい、次爆弾ですね。爆弾くんはこれは強そうだけど、強そうなんですけれども、うん、まず鍋蓋ですね、はい、これは状況によって勝敗が変わります多分。はいはいはい、そう、っていうのも爆弾の方が高所を取った場合は鍋蓋の鍋の上に爆弾乗せまくることができるから、うん、そう、爆弾の圧勝なんですよ。ね、そうだよね。一方爆弾の方が低い場所にいた場合っていうのは、うん、基本的には潰されるから絶対爆弾負けるんですよ。鍋蓋の方が有利になるもんね。でしかもまあドンピコみたいに高低差のあるステージやったらこれが より出やすいということで、うん、そうだね、そういうことで、あのどっちも勝つ可能性があるし、どっちもその勝つ可能性のパターンの時はほぼ確実に勝つので、うん、三角です。なるほど。で鉄板なんですけど、はい、爆弾ってさ爆弾をピュッて投げるやん、うん、でも鉄板って多分ボディにさ、うん、ガツガツ耐えたりするやん。ってことは爆弾に背中向けるんですよ、うん、あいつは。せや、うん、だからこいつの行動的に絶対勝てない残念。で鉄球は普通に近づかれるから爆弾にね。あーね、そうなので絶対勝てない、はい、でコウモリもまあ雨で攻撃しようとしてもこいつ無敵なんで勝てない。そうだね。でザコシャケも無敵なんで勝てないと。一方ですねダイバー、タワー、カタパットは、まあ、おそらくその爆弾が攻撃する前に攻撃ができるので普通に勝てますと、うん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 、カタパットも上からミサイル撃てるしね。そうだね、まあ、カタパットだけワンチャンそのパカッて開いた時にうまく爆弾が、あーね、投げ入れればまあワンチャンあるかなってところなんですけど、ね、パカッて開いてるってことはミサイル撃ってるんで。そうだよね。そう、爆弾構えた時に上からミサイル降ってきてやられる方が早いかなっていう判断ですね。ちょっと難しいかもしれんな。そう、うん、で次鍋豚ですね。鍋豚はこいつは強いやろうと思うけど、どう。そうなんですけれども、はい、さっきまで説明したのに加えて、うん、鉄板は普通に近づいてくるから潰して勝てますと、うん、鉄球もまあ普通に潰して勝てますと、うん、ただこいつ止まるんすよ。あ、その場所に行くまでの間に。だから自分から近づいてくる大物鮭以外には勝てないんですよ、よく考えたら。あ、そうじゃん。そうだから遠距離攻撃系のカタパッドとかタワーは普通にやられるし。あ、やられるな。そう、まあ、ダイバーも多分上からブチュッとやられると。うーん、あー、そっか。そういうことで、まあ、勝ちの目がないんじゃないかなっていう。なるほど。でコウモリもそうですね。あ、はい、止まったところで普通に雨打たれまくってやられると。あー、そっかそっか。そうでザコシャケなんですけれども、多分単体やったら絶対に負けないんですけれども、うん、こいつら群れるじゃないですか。群れで動いています。ってことは踏み潰した後にわらわら乗ってくるんですよ。群れで動いている。そう、ほんで一匹にでも乗られたら負けやから。だね。あの乗ってくるのはザコシャケだけなんですよ、この中で。あ、強いぞザコシャケ。そうだから多分ザコシャケには負けるかなと。何匹かは犠牲になるけど。何匹かは犠牲っつやなそうその犠牲を乗り越えて勝利を掴むっていうのがザコシャケですから、うん、すごい想像しやすかった今まあ鍋豚はこんな感じ。意外と鮭対鮭と強くない。そうだね。で次鉄板ですね。鉄板くん。鉄板はまあ今まで話したところに加えて、鉄球に対しては多分早いから勝てるんじゃないかなっていう。そうだね、こいつ早いもんね。そう、まあもちろんねウェーブ食らっちゃうと止まっちゃうんで、うん、でも多分ウェーブ食らって止まってからでもまた向かったら全然鉄球のところまで行けるから。足早い。そう、うん、足の速さってところで勝つんじゃないかなと。うんうん。でそれ以外はもう基本的にダメなんですけれども、コウモリだけは多分三角で、なんでかっていうと、あの雨食らわないから多分。ああ、正面そうだよね、無敵だしね。そう、そうかといって近づいてったところでコウモリは傘閉じてるか、うん、多分傘開けてたとしてもう基本的にはカインカインって弾かれるから。そうだね、決着つかずですね。そんな感じし。そう、そう、雨降ってずっとキュッキュッと止まっとるで近づいてったらコウモリファーって逃げるしみたいな、うん、ところがまあ見えるかなと。かわいいでもザコシャケはまあ基本的にリンチですね。ああ、
ひどいですね。四方八方からボコボコにされて負けます。ゆえ次鉄球ですね。鉄球ここまで話した通りなんですけれども、いやザコシャケだけは数の暴力で来たとしても勝てるんじゃないかなと。あーウェーブで、そう範囲攻撃やから。そうやんな。でもそれ以外の大物シャケも基本的に鉄球には鉄球じゃ勝てないと思います。そうだろうね、はい、タワーダイバーとかですね。ね、さあそしてタワー、タワータワーなんですけれども、多分ダイバーには勝てないです。あそう、他の大物シャケに対しては軒並み勝ってるんですけど、ダイバーは勝てない。なんでかっていうと地面に潜ってるから攻撃が通らないから。そうだね。で体力も高いからですね。うん、でコウモリは勝てます一方的に。うん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 。で肩パッドは多分相打ち、相打ち、そう肩パもミサイル撃つし、うん、タワーもハイプレ撃つしで、はいはい、片パミサイル撃ったら、まあ、タワー確実にやられるし、片パもタワーに狙われたら基本的にやられるしってことで相打ちです。やっぱりタワーと片パットは同じぐらいの実力なんやな。そういうことですね。でザコシャケなんですけれども、はい、あのこれ三角になってるのはタワーは範囲攻撃ではないということで、はい、そうわらわら近づかれる前にめっちゃ削れるけど、うん、削りきれなかったら囲まれて鍋一個ずつだるま落としみたいに落とされてね終わるので、まあ微妙なラインかなってことで。だるま落とし鮭かわいい。そう三角ですね。なるほど、はい、まあ、相打ちに近いかなというところです、はい、うん、で次ダイバーめちゃくちゃ勝ってるんですけれども、やばない、コウモリ肩パッドにも多分勝てます、うん、そうなぜなら攻撃が通らないから。うんうんうん。ザコ鮭だけは三角、うんうん、なんでかっていうとザコ鮭が塗り切れれば絶対に負けるけれども、うん、基本的にはバッてリング作って飛び込めば、うん、そのリングの範囲の鮭全部やれるから。そうだね、いくらザコ鮭が群れていようが関係なしと、うん、だからやるかやられるかそのザコシャケの塗り力次第ということで、はい、勝つ時も負ける時もあるってことで三角です。いやでも強いね、はい、やっぱり空中にいたり潜ったりっていうのがあるから。いやそうなんです、それがだいぶ強みやなと。ですね、すごい。そしてコウモリですね。コウモリ、コウモリはまあ肩パッドに対してはまず勝てないと思います、まあ、なぜならコックピット雨当たらへんからね。ああそうだね。そうでザコシャケに対しては勝てる、うんうん、なんでかっていうと範囲攻撃やからやっぱ、はいはいはい、そうこれが強いかなと。雨がね。そうで肩パッドはザコシャケに普通に勝てます、はい、これを、まあ、総当たり戦の表にするとこのようになりますね、はい、はい。じゃあこれのね点数を見ていきましょう、はい、勝利したら1ポイント、うん、引き分けやったら 0.5 ポイント、はい、で敗北やったら0、うん、で計算していくんですけれども、はい、これでポイント一番高いシャケが一番強いということになるんですけれども、うん、結果がこちらになります。おダイバーです。なんとやはりダイバーすごいね。はい、お結構いろんな鮭に勝ってるんで。そうだよね。そうでその次が肩パッドとモグラですね。肩パッドとモグラすごいな、はい、で 0.5 ポイント差でタワーがいると、はいはいはい、いう感じになって、まあ、この辺りの鮭がかなり強いんじゃないかっていう結論になりまして、うん、で逆に、まあ、弱いというか、うん、今回ポイントが低かったのは鉄球鉄板ヘビでしたね。うわやっぱそうか。はい、うん、ザコシャケはやっぱザコシャケなりの強みを出せる大物シャケがちょくちょくいるから。そうだね。そうそう考えると結構相打ちっていうのもね、うん、あるんでですね、ま、そう考えるとこの点数っていうのは結構納得いくんじゃないかなと。はい、どうあやさんこの結果見てみて。まずいやもうこの面白すぎんこの表を見てさ、鮭同士が戦っている姿を想像するだけでニコニコしちゃうね。いやそうよね。ね、でだいたいその結果がさ、うん、想像つくもんね。いや本当にそう。そうどんな決着になってるかみたいなのがね。はい、まあ、鉄板とコウモリ無限にずっと戦っててほしいもん全然行かれへん全然行かれへんつって試合がまともにできませんつってそうそうそう試合にならへんつってそうそうそう無効試合になりそう。 あとやっぱさ、うん、柱がさ、はい、そう最弱かと思えば意外とさ引き分けが多いから柱なんやかんやでな。そうそうそう、だからね、あとダイバーに勝ってんのがでかいね。すごいよ。そうダイバー強いのに意外と柱やれるやんってところもありますね。えやっぱ撒き散らすっていうのが強いのかな。そうあと上にいるっていうのがやっぱシャケ戦においては強いね。せやな飛んどるでな。いうことで、はい、こっからこの柱が結構キーになるんですよ団体戦は。団体戦、はい、ちょっと話していこうと思います。はい、団体戦イメージとしてはさっきも言ったように運動会の騎馬戦とか竹取りみたいな感じで、はいはい、複数の大物シャケとかザコシャケで、まあ、チーム群れを組んでその群れ同士が衝突した場合の結果ですね。いいね。まずは団体戦でより強くなる大物シャケっていうのを説明していこうと思います。はい、1匹目はタワーですね。タワータワーが個人戦で、まあ、取りきれなかった部分っていうのは基本的に詰められたら何もできないからじゃないですか。そうですね。ただ団体戦になったら足元にわらわらシャケがいるんで、うんうん、自分が、まあ、最高位になると
いうことでタワーの牙城を崩せる鮭がいないと。確かに。なので最強クラスの大物鮭になるんじゃないかなっていうのが一つ。タワーには指一本も触れさせねえぜみたいな。いや、そういうことですね。感じですね。はい。いいね。そして肩パッドです。はい、肩パッドは天敵であるモグラとダイバーいますよね、うん、モグラとダイバーが自分の場所までやってくる可能性が低いのと、ダイバーはさ後で説明するんですけれども、めちゃくちゃ弱体化するんで団体戦では な、はい、なので天敵がいなくなったということで安全圏から攻撃をしまくれます。そういうことか。はい、なるほど。で多分タワーより強いんですよ。なぜならミサイルで面で制圧できるから。面、そう、範囲攻撃ができるんですけれども、はい、ただタワーには狙い撃ちされるっていう。そうかもね。そう、タワーが唯一の天敵になります。はい、はい、肩パッドは近くから狙うからね。そうだね。そしてモグラですね。モグラくん、はい、モグラはタワーとか肩パッドとは違う、その地面を潜って奇襲できるっていう強みがあって、うん、そう、1対1じゃないんで、うん、その鉄板に対しては弱くなるんですよ。だって鉄板逃げるから、うん、そうやんな。ただそれ以外の鮭は基本的に下から食えるので、はい、まあ基本的に前線を荒らす役にはなるんですけれども、うん、そう、ダメージを受けずに前線を崩壊させられるっていう、その能力はまあ唯一無二かなと。だね。そう思います。はい。そして次、団体戦で弱くなる大物鮭誰だ。これはね、もう圧倒的にダイバーです。あ、さっき話に出てきたダイバーの弱いわけは、はい、そう、鮭の群れた時の塗り力が圧倒的ですよね。あ、そうだね。そう、うん、だからファーンってリング作ったところで一瞬で塗り返されるから、あーダメだ。そう、 何もできなくなるし、うん、しかも柱に手出しできる大物鮭がめっちゃ少ないやん。そうだね、そうだね。ってことは柱が立ってた場合っていうのはダイバーさらに何もできないと。ほんとだ。そう、いうことでダイバーは個人戦最強やけれども、うん、団体戦はもう雑魚鮭より雑魚と集団行動苦手なタイプそう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 単独行動好きやけど。いや、まさにそれが出てるよねダイバーくん、もっと頑張ろうよ。で最後に、はい、意外と大きく変わらない鮭っていうのも説明しますね。ほう。まず鍋豚です。鍋豚くん、まあ、良くも悪くも前線を破壊する鮭っていう感じなんですけれども、せやな、タワーとか肩パッドに狙い撃ちされるっていう弱点は残したまんまなので、うん、まあ、大きく強さは変わらないかなと。なるほど。あれやね、肩パッドから鮭を守るやねみたいな感じになれるとは思うんですけれども。ああ、ただそれ自分がやられるってことになるんで。ですね。そう、まあ、なんか自分の群れの前線が負けて相手が突っ込んできた時にはいはいっつってブチュって潰すみたいな、うん、そう感じで戦況をリセットはできるけれども、そうやな、多分その待ってる間にまあ普通に他の鮭にやられるっていうのがあるので、はい、まあ、ただとは言ってもね、肩パッドもタワーも戦場の中心にいる鍋豚をなかなか狙いにくいはにくいので。そうだね。そう、鍋豚って言ったら中衛やからさ。うんうんうん、中衛。だずっとボーっと残ってんちゃうかなっていう。ああ、あの顔で。あ、そう、あの顔で感じですね。はい。でそして柱。はい、柱は、まあ、強くも弱くもないというのも、別に鮭って相手インクで塗られててもお構いなしで突っ込んでくるから、はい、柱がきついって我々がなるっていう、その柱の強みが鮭に対しては効かないので。うーん、ただやっぱダイバーを無力化できるから、うん、個人戦最強のダイバーに対してダイバーメタとして一本差しとくっていうのはまあいいかもしれないですけど。まあでもそのダイバーメタ以外基本的にないので。そうだね。そう、文字通り応援しかできないっていう鮭なんじゃないかなと。あ、そっか。そうやな。まあ個人戦から団体戦で強さが大きく変わる、まあ、逆にそこまで変わらないっていうのはまあこのあたりになると思うんですけど。はい、どうですかね。いや、タワーめっちゃ好きですねタワーもいいし、あとダイバーも好きですね。ダイバー極端すぎるよな、マジで。ダイバーね、やっぱり一人がいいんだろうね。そう、一人がいいし、ね、まあ、なんか戦いよりも飛び込みの、その美しさを ね、 をね重視してますからさすがです。そう、こうやってまあ思考実験してもちゃんとその性格が出るっていうのが面白いね。これおもろい。いいね、鮭。いう感じでまとめると、総合的に考えたら肩パッド最強、うん、で時点モグラで、でタワーが肩パッドに対してかなり強い、言うたら肩パッドメタができると、団体戦では。そうだね。そう、そういう結論になりました。はい。一方ですね、ダイバーはもう怠慢やと、最強と。はい、まあ、なんならね、ダイバーが唯一勝てないのが柱、うんうん、で引き分けになる可能性があるのがザコシャケですけれども、ザコシャケもまあ、あのザコシャケの塗り力次第で勝てますから。そうだよね。そう考えると柱以外に対してはもうめちゃくちゃ強いと。強いなんですけれども、団体戦は厳しいもう柱に対してはほんまに弱いからダイバーいいな、これ。ちょっとダイバーがめちゃくちゃ面白いっていう、うん、面白い結果になったね。そう、すごい、いうことに
なりましたね。はい、はい、いや鮭ランキング楽しかったな。楽しかったねこれ。ねいいね、うん、想像するのめっちゃ楽しいなこれ。いやね、ねやってくれんかな実際に。いや、やりたいよね。ね、見たいわ。そう、うん、なんかミニゲームとかでいいからさ。ねそういうのあったらもうめちゃくちゃやるかもしれんけどでもなんかさ、その縄張りバトルみたいなさ、うん、その同じマップで、うん、その例えば俺とアイラさんが2人で対戦するってなって、その鮭をどこに配置するかみたいな脇ポイントどこに作るかみたいななんかサッカーみたいな。そうそれで自分たちは操作せずにカメラ、うん、観戦カメラで見るみたいな。あ面白そう。そういうのやりたいよねマジで。ねえ楽しい、想像が膨らむね。いや皆さんもね、はい、なんかこの結果はこうじゃないかとか、うんうん、そうこの鮭はやっぱこれに対しては強いと思うとか。そうだね。そうもしありま、あとはほらあれね、グリルとか、あそう泥鮭、まあ泥鮭は攻撃しんけど。そうやな。そうグリルとかがここに入ったらどうなるかとか。グリル入ったらさらにやばそうやけど。そうやばそうなんですよ。うん。なもしなんかありましたら、はい、ぜひコメントで教えてください。ぜひぜひお願いいたします。では今回このところで終わろうと思います。はい、ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。Bye.